MIA1975 年7月18日隊はイギリスのミュージシャン、美術家、デザイナー。民族的にはタミル系スリランカ人。芸名はミッシングインアクションの略で連絡の取れない LTTE のメンバーとして活動中のタミル人の父親に対するメッセージである。両親が仕事の都合でイングランドに滞在していた頃に、 ロンドンのハウンズローにて生まれ、半年後には両親と共にスリランカに渡る。しかし LTTE のオリジナルメンバーである父は間もなく政府に身を追われるようになり、彼は家族と行き別れになる。内戦を通じてマヤたち一家は多くの親戚や友人を亡くし、マヤが11歳になる頃には母はマヤたち3人の子供を連れ難民として、 イングランドに移住する。そこでマヤはパブリックエナミーなどのヒップホップおよびダンスホールレゲエといったクラブミュージックに初めて触れる。その後、マヤは著名なデザイナーが多数輩出していることで有名なセントラルセントマーチンズに入学する。在学中にはファインアートと映画を専攻したい評価を受けていたためビジュアルアーティストとして将来有望だった。 卒業後、マヤは、エラスティカの2枚目のアルバムのジャケットを制作し、2001年の全米ツアーに映像ディレクターとして同行する。その時に前座を務めていた、カナダのエレクトロヒップホッパー、ピーチズのステージを見て感動し、音楽の道に進むことを決意する。全くの自己流で楽曲の制作を、はじめ、2003年秋にインディーズレーベルからアナログで、ガランをリリースする。 500枚の限定生産だったが、ロンドンの DJ たちに人気となり、晴れて XL レコーディングスとの契約にこぎつけ、2004年にはサンシャワーズで正式なデビューを果たす。その後フロリダの DJ、ディプロと共にミックステープ、パイラシーファンズテロリズムを2004年冬にリリースする。そして2005年に1枚目のアルバム、アルラーをリリースする。このアルバムは当時としては、 非常に画期的であり、その後の音楽シーンに多大な影響を与えたと言われる。マヤの才能に惹かれたミッシー・エリオットは、彼女の6枚目のアルバム、ザ・クック・ブックに収録されている、バットマンにてコラボーレーションを実現している。2007年、2枚目のアルバム、カラーをリリースする。ビザの関係や、自身の意向により大物プロデューサー勢からの打診を断って制作した。 プロデューサーは、スウィッチ、ブラックスター、ディプロ、ティンバランド、モーギャニックスとマヤ自身である。ローリングストーン氏の評価では2007年のベストアルバムと絶賛された。このアルバムには、ポルトガルのクドゥロバンド、ブラカソンシステマと共演したサウンドオブクドゥルのスペシャルエディションが収録されている。2008年に結婚し、2009年1月に出産した。ちなみに、 彼女が2002年に開いた美術家としての最初の個展では俳優のジュードローがすべて買い求めた。それによって得た豊富な資金でセント・ヴィンセント島に旅行しダンスホールレゲエにインスパイアされたという。それが翌年のガランへの大きなきっかけとなったという。2012年2月5日、アメリカンフットボールの優勝決定戦であり、全米制中継される第46回。 スーパーボールのハーフタイムショーにマドンナと出演し、そのステージで中指を立て、物議を醸した。2004年にジャネット・ジャクソンがステージ上で不適切な演出をして以降、ハーフタイムショーについてはディレイ中継放送を行っていたが、当日中継をしていた NBC は、その行動を判別できず、そのまま放送してしまったため、謝罪を行うこととなった。 ありがとうございます。